今来ているところは阪急バスの末広町のバス停になります。15経路のですね、桃山台駅前方面のバス停ということになります。ちょっとですねその先のですね信号を渡ってきましたけれども、この先はですねこの道がですね府道14号線になっていて大阪高槻京都線の道路になっているということなんですが、その手前に行くと、JR 吹田方面の末広町のバス停を見ることができます。ここからですね、今回も歩いていきたいというふうに思います。まずは、末広町のバス停からすぐに住宅街へと出てくる道路がありましたので、そこから進みます。日の出町の、方向へ向かっていくということになります。この日の出町のあたりは一戸建ての住宅地が多く建ち並んでいる場所で、閑静な場所になっています。そうすると愛川公園へとつながってくる道路へ、出てくることになります。その奥の方には済生会吹田病院の建物が見えてきます。この辺りは、一人のですね座れる椅子が、黄色と青のですね2箇所あります。この道から、歩行者、自動車道ですね、専用道で行くことができますので、ここから行きます。こちらにも1箇所、青色のですね、一人掛けの小さなベンチがあります。この遊歩道は要所要所に、一人掛けのですね、カラーベンチがですね、置かれてあってですね、休憩場所がですね、随時あるというところになるんですね。その、遊歩道をですね出てくると日の出橋が見えてきます。かつてはですねこちらのですね、川が流れてたんですけども、今はこの川がですね、遊歩道になって、その日の出橋のですねその歴史をですねその場所を残しているという橋になりますね。その押しボタン式の信号を渡ると正面に済生会吹田病院の、建物があります。今回はですね、収録日が日曜日ということで、このように正面は閉まった状態になっていて、こちらからですね、夜間そして、休日のですね、入り口の方へと向かってくることになります。その左手の方はですね、病院の、東側の方に公園があります。そこへつながる、遊歩道ということになっているんですね。そしてこの地点で600メートルということになります。末広町から600メートルで、ここから右の方へと入ってくることになります。その済生会吹田病院の間の建物、そして阪急京都線の線路下の手前を左に曲がると公園が見えてきます。この前の動画でもですねご紹介しましたけれども、こちらは愛愛遊園ということになります。済生会吹田病院東館の、手前にある場所ということで、手前にはこのようにお手洗いがあって、水飲み水道、手洗い水道があります。そして休憩スペースはこのような感じでですね、腰掛けのベンチがですね2つ、そして時計があります。ちょうど今日はですね、ちょっとゲートボールをされていらっしゃいますので、ここまでしかできないんですが、このように大きな広場と休憩スペース、手前の方にはコンビ遊具と、動物のですね遊具が一つずつ置かれているということですね。阪急京都線の、鉄橋の左に見ながら、愛川の方へとまたやってきました。すでにこの地点でですね、手前になりますけれども1キロを過ぎています。右手の方に見えてきたのが愛川公園ということですね。そして左側の方にはこのようにですね水門のですね、施設が置かれてあります。さらにその右手に行くと南高浜の有料駐輪場に差し掛かります。愛川診療所前に差し掛かってきたこの地点で 1.5 キロになります。そして左手の方には新京阪橋を見ることができます。
今日は、どんよりと曇り空になっていますが、相川はですね、穏やかな川面になっていますね。その相川駅前の交差点にはウェリス相川駅前の、高層の、賃貸住宅を、見ることができます。そして、阪急相川駅の西口の方へと差し掛かるということになってきます。相川駅の東口の方へと出てきました。ここからですね、3通り4通りですね行くことができるんですが、今回もですねこちらの道から進んでいくことにします。相川2丁目の相川共栄会の住宅地の中に入ってきたこの地点で2キロとなります。相川2丁目から3丁目の住宅街の方へと入ってきたということになります。相川3丁目の住宅街から万田水門の方へと出てきました。で、左手の方に行くと奥に成蹊橋のですね、橋が見えてきます。いわゆる大阪成蹊大学あるいは成蹊女子高校のですね、生徒の皆さんがよく使われている橋ですね、グランドへつながる橋、そしてですね、学科のですね建物へつながる橋ということになってきます。そして昭和46年に竣工した北井口橋を渡るということになってきます。ちょうど、右手が万田水門ということですね。そして左手に、万田のですね、水路が流れているということになります。阪急バスの阪急相川 JR 吹田方面の北井口のバス停の手前で、この時点で 2.55 キロということになります。神崎川の、右に見ながら江口橋へつながる道路へ歩いているということになります。この周りにはですねもみじもですね色づいてきてですね、まさにですね紅葉の雰囲気を作り出していますね。手前に阪急バスの北井口住宅前、そして大阪シティバスの北井口2丁目の、バス停に来た地点なんですけれども、北井口中央公園の中へと入ってきました。今回はこの地点でフィニッシュにしたいと思います。昨日はですねソフトボールのですね大会も行われていたという北井口中央公園のグラウンドに差し掛かりにやってきました。今回はここでフィニッシュということにしたいと思います。今日はですねテニスコート上でですね今テニスをされている方もいらっしゃるんですけれども、末広町のバス停からこちらまでやってきましたが、時間にして36分43秒、距離にして 3.02 キロ、4497歩の277キロカロリーでですねやってきたということなんですけれども、その北井口中央公園の周りの緑の木々もですね黄色く色づいている、ものがですね多くなっていますね。今日どんより曇り空ということで、いつもでしたらね、練習試合とかで使っているんですけれども、今日はですねシーンとですね静まり返っている印象ですけれどもね。いろいろと吹田からですねこの東広川区内のですねある場所までいろいろな場所に行けるというバリエーションがあるものですから、またですね、そのバリエーションを広げてご紹介できればというふうに考えています。吹田市の末広町バス停から北井口中央公園のグラウンド前までを歩いてきました。